はい、これはトヨタのハイダックスターですね。これは1980年代を北米で起こったスポーツユーティリティビークル、SUV のブームに一回応えた一つがハイダックスター。一等ボンネット型トラックにハイダックスデザイン思考を巡る多目的四輪駆動車、サーフを新設したのが1984年5月で、さらに1986年8月、乗用車道で車が多すぎた。1989年5月、RV として機能性、便利性を高めた新設計されたのが今度の2代目だ。ここから2ドアに加えてフォーダーモデルも設定し、2台に乗せた FRP 製ルーフのカバートップをやめてシール性能一体構造とした。4輪の方式はパーツタイム 4WD であり、走行中でも 2WD と 4WD の切り替えがスムーズに行える、オートマチックディスコネクトレーション、レベルセッション、ADD 機能を採用。エンジンは直列4気筒 SOC ディーゼルターボの 2リッター T 型、2446cc、94馬力、または4気筒 1V ガソリン3番 E 型、1990cc、97馬力でスタートし、3L 型3リッターディーゼルを3番のみのされた。で、1990年8月から実用だった V6 SOC に 3VE E 型ガソリン、2958cc、150馬力を追加搭載して、ディーゼルターボ EFY 仕様の2リッター TA 型97馬力にパワー。トップグレードの SSR リミットを設定。この時点で月間目標はシリーズワゴン、バン、ピックアップで4500車台と、フルモノレチェンジの1700車台、ワゴン、バンから倍増していたんですね。で、1991年8月のマイナーチェンジでヘッドライト、バンパーなどの材変更を起こし、スタイルステップ幅を知りたい。フード、左先端部の補助ミラーを設置するなど、安全快適設備を充実させた。そしてオーバーフェンダーを付けて100メートル延長したワイドボディを追加して、こちらが主流となり、最上級グレードの SSRGM を新設。1993年8月にディーゼルターボエンジンの新設定4気筒 SOC、IKZTE 型2980cc、130馬力の世界、また RV 動力アップのベース車としてホワイトボディの SSRV を設定し、一方で2ドアを廃止したんですね。で、これらの他にいくつかの特別仕様車を設定していて、1995年12月にシャーシーから新設計の新世代 SUV たる3世代目へと、まあ、フルモデル展示された、車です。それがまあこのハイラックスターという車になりますね。まあ、なかなかこの後ろもね、マジュレットのミニカーでこの特徴があって、ハイラックスターってこれ後期型になると思いますね。がまあそれが非常によくできる、そのレーシカー仕様という感じがね、よくできます。ハイラックスターってのは丈夫な車で有名ですので、まあ、こういった車というのが非常に海外では好まれて、中でも後ろにトヨタってね、誇らしげにこう書いてあるね、あのローマ字でここからねからこう書かれてるのがなかなか印象深いという車ですね。こういうハイラックスタークもね、最近マジレートで新しいのが出ましたけども、こういった古いタイプのハイラックスタークというのもまたいい味を出してるなと思います。どうもありがとうございます。